じゃあ今日は上のブロックからのかブロック&ヒットをしたいと思います。でフックの返すコツ、コツというかよく僕がみんなに言うのがフック受ける、そのままフック打つ。でもこう手が重なってしまうのでなかなか返せないんで、僕がやるのはこう打ったらそのまま下を通す、こうですね、こうです。わかります？バン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 、はい、これが一番早くかつ強く打てるフックのブロックやと思うんで。あとこっちのブロックは、まあ、あんま僕しないんですけど、もうショートのストレートとかが一番いいと思います。でこれもただ単にこうまっすぐやってどんどんこれでもいいんですけど、極力気持ち入れます。気持ち、あ、そうです、そうです。このポイントとしては、入れるって時によくあるのがこう顔が開いてしまう。これやとまっすぐ回っちゃうんで、顔の隙間変えずに、もうちょっとだけですね、ちょっとだけ。今のとかやったら開いてるんでストレートが入っちゃうんで、ストレート来てもストレート、まあ、ドンドン、だから顔を狙ってくるんで、そこに対してちょっと入れたらここに当たる、ドン。こっちで、まあ、こんぐらい近かったら絶対こっちでブロックしないといけないんですけど、遠かったりしたらこっちでブロックしようと思ったら絶対に体こっちに入れないとダメなんで、右を打つためにドンドン、そうそうです、ドンドン。石田さんが左フック返すときは、あ、距離は中間な、あ、いや、まあ接近でもいいですし、接近やったらもう簡単なんで、ドンドン。言うたらこれでもいいです。中間に飛んでも一緒ですね。手だけ、手の角度。お前ここ痛いんやって。はい、手の角度だけ、まあまあ。で、この時に注意してほしいが、まあフック返すってなったら、ちょ石田さん僕に言ってもらっていいですか。バーン、こうなってしまってこっちに頭入れてしまうと、その後ツー絶対もらってしまうんで、僕的にはバーンバーンですぐこっちに移動することをお勧めします。まあ、あとはブロック&ヒットでよく誰も使わないが、ブロックしてからのジャブ、これ結構一番使えて、まあフック打ってきたらバーン、もうこれそのまま、もう何のか、もう言うたら半身なんで、最初から何のためもいらないです。ジャブ打つためにこんなん入れて、こんなんもいらないです。もうこの構えのままドンドン、言うたらこう半身なんで、このままの動作で足組み立ててドンドン、これでいいですぐらいかな。はい、高尾マラソンに向けて感想を目指して練習したいと思います。はい、4、ナイスハイト。これ